2020ヤッピーというわけで明けましておめでとうございます、明けましておめでとうございます、はいはい、というわけで、はい、ほぼ生放送でやってるんですけれどもそうなんですか、ほぼです、ほぼって結構広いですね、いやその地球の歴史で見たらほぼ何十億年でね、はい、というわけでね、はい、ちょっとこのイルミネーション綺麗なんですけれども、綺麗ですね、はい、2024になりましたよ、はい、なりましたね、いやーね、もう僕らだからもうこれで芸歴8年目に突入したんで、はい、どういう計算してるんですか、さっきいいじゃん、そのほぼとか、まあ、その時間の使い方がちょっと下手くそだなと思って、はい、はい、でもこれ綺麗だね、綺麗ですね、はい、はい、どうですか2024になって、24になって抱負とかありますか、まあ、ないか、どうせまた24売れるぞとか言って、はい、なんか売れなくて25になるのか、いやもう売れるよとかその、分かる、うん、もう多分ね11年目ぐらいは言ってないと思う、うん、今年こそ売れるぞーとか言って、はいはい、でも難しいからだってそれすごい難しいから、もちろん売れたいけどね、うん、まあね、まあ、ちょっと1月1日で、うん、はい、まあ僕ら今ハワイにいると思うんでちょっとね、生放送ではないんですけども、先にね、うん、やっぱ芸能人はやっぱワイハでしょ、その何、なんか普通に突っ込めないから一応乗ってみた迷った、どれが迷うの、でひょっとしたら行ってる可能性もあるし、まだほら分かんないから、まあ、ハワイ一応行ったことあるんだもんね、うん、ありますあります、正月にね、正月にハワイってさ、はい、どれぐらい太田プロライブ1位とか取ったら行ける、うん、行けないと思う多分行けないと思う、それぐらいじゃん、そうです、もうちょっとしないとね、はい、まあまあもう別に行きたくもないけどね、もう箱根とかでいい、どういうこと、それ何周したの、お正月、お正月ハワイ行きたいの、いや行けるならね、子供とかだって、まあそうね、だからまあお金の問題じゃなくてちょっと子供は飛行機がちょっとあれかな、うんうん、そうね、近場、一番売れたらどういう正月過ごしたいの、売れたら、うん、まあ、うん、売れることはないだろうけどもし売れたら売れたらやっぱでもまあ海外は行きたいよね、やっぱ日本ではほら歩けないじゃん、指刺されちゃってちょっとめんどくさいから、やっぱ想像だけはしてんのすごい休みはやっぱちょっと海外、いやでも俺、うん、そうね、俺も特にさあんま金持ってたらどうとかもないんだけど、うん、なんかお前、ま、売れたらさ、うん、じゃあ2人とも金入るわけだ、うんうん、だからお前が豪遊してるのを、うん、何やってんだよっていじりたい、うん、お前さ、いや言いたい、じゃあ正月関係ないじゃん、正月関係ないけど、うん、それも何いきなりもハワイとか行ってさすごいよお前とかって言いたい、あのなんつうの、多分俺もダイヤとかしちゃってるじゃんとか分かんないけど調子の乗ってるのを注意したい、だから今だ乗らなきゃいけないの、俺調子乗れないじゃん、今は乗れないけどね、今だったらさ、うん、お前もやし2つ、俺牛肉買ってるけど怒られるんだから、そう、怒ったよ、なんで豚肉とか鶏肉だと思ってきて牛肉買ってとかっていう、もっとその規模大きいバージョン、バージョンね、なんでも売れたからってもう鼻ピアスとかダイヤつけてるじゃんとかそれぐらいのなんか鼻ピアスにしちゃうの、俺すごい調子に乗り方していて、はいはい、そこをいじりたい、だからもっといじるスケールが小さいじゃん、それはだって売れてさやっぱお金もね得ないと、俺が牛肉食ったぐらいでドキドキしてんじゃねえよとかってさもう見てらんないじゃん、だからもっとお前相対的にお前が上がれば、はい、そこを注意できる、なるほどね、そうね、というわけでね、今日は何の動画かと言いますと、はい、一応ちょっとねお正月なんで、うん、よくさ新春ネタスペシャルとかそういうのやってるじゃん、はい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 、うん、でそこにたまたま出てないので、はい、たまたまちょっとスケジュール NG とかあったんですね、うんうんうん、でちょっと短いネタをちょっとパパパッと、はい、まあ本当1分ないぐらいのネタを5本ぐらい、はい、まあ、連続で見てほしいなと思いまして、はい、ここで立ってます、はい、それでは見てもらいましょうか、見てもらいましょう、はい、じゃあ内藤くんお願いします、新春ネタ5連発です、どうぞ、今年も売れなそう、どうも、僕の主食はゴーヤを練り込んだサーターアンダギーを海ぶどうで巻いてシークワーサー入りのヤギ汁で煮込んだ味のチンスコーです、結局チンスコーかよ、どうもブラックパイナー SOS です、お願いします、皆さん今日はシーサーのオスは口を開いていてシーサーのメスは口を閉じてるっていうことだけでも覚えて帰ってください、なんでそれ覚えて帰ってほしいんだよ、ちょっと聞いてよ、この間めっちゃ面白いことあってさ、島の外れのじいちゃんとこ行ったらさスーガーが出てきてギャラカバーでちぎらんけって言われて、と思ってヒジアのカムシオかと思ったんだけど中開けたらやっぱり名号祭のアガーだったの、沖縄出身じゃねえくて沖縄出身の漫才師が1個目で作る漫才やってんじゃねえよ、沖縄出身じゃないくせに沖縄出身の漫才師が1個目に作る漫才やってんじゃねえっつってんだよ。
はい、お待たせ。はい、こちら馬刺しです。あ、こちらの醤油をちょっとつけてお食べください。あ、はい。おお、さっぱりしてて美味しいですね。うちの馬刺しはケンタウロスの馬刺しなんですよ。ケンタウロスの馬刺し、へえ。で、これどこの部分なんですか。これ顔です。人間じゃねえか。あー、めっちゃ喉乾いたな。あ、砂糖水飲もう。あー、うまっ。ちょっと甘すぎるからコーヒー入れよう。逆転の発想。今日は回文を考えてきたので発表したいと思います。あ、上から読んでも下から読んでも同じ文章ですね。男子が死んだ。おお。主が死ぬ。おお。式で歴史。おお。死亡母子。おお。死がで餓死。なんで全部死んでんの。え、なんで全部死んでんだっつってんだよ。いいだろ、ルールなんてねえだろ。なんか気持ち悪いです。うるせえな、うるせえな、なんで、ちょっと。高い相方。以上、回文でした。どうも、ブラックパイナー SOS です。お願いします。お願いします。俺らってさ、44歳高卒じゃん。まあ44歳高卒だね。この年になって言うのも恥ずかしいんだけどさ、うん、今からでいいから大学行ってみたいんだよね。全然恥ずかしくないよ。いや、むしろめっちゃいいと思う。え、なんで大学行きたいの。女子大生と喋れるから。大学大きいガールズバーだと思ってんじゃねえよ。大ガールズバーじゃないから。確かに年間の学費考えても毎日ガールズバーに行くと思えばコスパいい説もあるけど、でもそれ人前で言っていい意見じゃないから。はい、見終わりました。いや、いいんだそこ、まあね、そこはいらないからです、はい、というわけでね、はい、今年もちょっと YouTube、まあ、一応月水金、はい、まあ、今日1日月曜日なんで、まあ、今日から始まって上げていきますので、はい、そうですね、ちょっとね時間変えようかなと思って。お、今は6時6時45分、はい、18時45分なんですけれども、うん、そうすると7時から始まった人にすぐ飲み込まれちゃうなと思って、おうおうおう、7時5分にしようかなと。おお、ちょっとやってみますか。じゃあ今年からは、はい、今年から7時5分で、はい、まあ、そういう問題じゃないよっていうのをすぐ気づくってあの時間のせいで、いろいろね、1回ね、そうやってかないんだ。19時5分、はい、19時5分はブラックパイナー SOS と覚えてください。はい、本年度もよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録高評価もお願いします。一人で全部言わなかった。